早めに、あ、定型文 早めにお風呂入ってゆっくりできてます。これから課題やって寝ます。本当は今日ね、ポケモンのゲームもやりたかったんだけど、ちょっともうそんな時間なかった。 あっという間だね、一日ってね。ケンミン賞にヨコちゃんが出てるらしいです。やばい、定型文ハッピーハロウィンのまんまやからみんなが使ってる。配信終わったらね。今日めっちゃのんびりできました。あ、プース。 もうさ、ファンの方にいただいたもので溢れすぎて。そう、プーさんもね、いただきました。可愛くて。ぶったん。これはブランケットです。飾ってます。うん。お、ランちゃんが昨日もらったタンプレを配信で紹介してたの？え、よかった。ランちゃんすごい喜んでくれて嬉しかったな。ねえ。昨日の衣装かっこよかったね、触れてなかったって。あ、私触れきれてなかったっけ。ありがとうございます。嬉しいね。てか昨日のことか、なんか数日前のことのように感じるな。なんでだろう。サメニャンは私のベッドの方にいます。サメニャンとなんかポケモンのぬいぐるみとスティッチのぬいぐるみ もう溢れてます。そう、サメニャン、サメニャンいるよ、私のベッドに。可愛いから癒しです。あ、でポケモンのぬいぐるみはチラチーノのぬいぐるみです。ポケモンが1匹増えました、ベッドのペットに。 下尾のツインって可愛いか。私のツインってやってたっけ、ツインっていつだ。あ、ゼラチンの可愛いよね。そう、ゲットだぜしてる。何匹いるの？チラチーノ、サメニャン、スティッチ。3匹。3匹でも結構さ、場所取られるんだよね。私の寝る場所本当に、この範囲しかない。もう周り全部クッションとかで覆われてる 覆われてるんだよね。うん、ぴったりはまって寝てます。頭固定させて寝てます。寝返りやったらもうなんか飛んでってる だから朝起きたら大体3匹中1匹はベッドの上から追放されてる。
もスティッチはね、本当に安心します。抱き心地、なんか抱く用なのかな、あれ。すごく抱き心地がね、いい感じ、フィットする。そう、サメニャンとチラチーノは抱くにはね、ちょっと適してないので飾ってます。でも私のベッドはなんかソファーにもなるベッドなの。だからそんな高さがないんですよ。ほぼ敷布団みたいな、敷布団ちょっと分厚いバージョンみたいな感じだから、すごいなんかね、そんなね、叩きつけられはしないんだけど、床に。そうけど、まあかわいそうって思っちゃいます、起きた時にそこにいたら。そう、なんかね、折りたたんだらソファーにもなるの。本当に見つけた時はめっちゃいいやんこれと思って。そう、でも実際なんか人が来ない限りベッドからソファーに戻さないね。 そうだね。とても本当にいいもの見つけたと思ってる。でもまあ人が来るってなったら、その折りたたむこともできます。そう、折ってったらね、ソファーになるんですよ。ね、めっちゃいいのよ、ツーウェイ。ね、ニトリじゃなかったと思う。なんかでもネットで見つけたんですよ。どこだったっけな。あ、そうそう、今日のお昼にリラとナルズ会いました。 ご飯食べました、一緒に。いや、イケアでもないな、本当にどこか分かんないような感じの。そう、本当にネットで見つけて買ったんですよ。そう、どこだったっけなっていう、そう、有名な名前のところではなかったな。お休みエメラルドでよかった。何食べたの？沖縄料理食べたんですよ。 美味しかったです。沖縄そばとか食べました。ねえ、島らっきょう美味しいよね。わかる、わかる、わかる。やばい、今日さ、この今飲んでるお茶がリラックス効果があるお茶で、すごい面白い形だったのね。そう、リラックス効果ある飲んじゃってるから、すごいやばいです。たくさん話しかけてください。 私が寝ないように。 わかる、ジーマミー豆腐大好き。でも今日あることが発覚したんですよ。なるちゃんはゴーヤと豆腐とあともずくが苦手っていうことが発覚したので、だから結構ね、食べるものは限られたんですけど、そう、でも楽しめました。 楽しめました。ね、私も初めて知って、アレルギーじゃないと思います。まあ苦手って感じかな。ね、だからゴーヤチャンプルも豆腐チャンプルも、そう、チャンプル全般基本あれよね、合うとよね。もうジーマミー豆腐もね、
宇治豆腐も豆腐だしなみたいな。だから人参しりしりとか、沖縄そばとかを食べました。豆腐が苦手な人さ、私意外と知ってる。そう、なるだけじゃなくて、小学校の時とか学校でも豆腐嫌いな人いた。そう、意外といるんだと思います。だから、チャームンドゥラー。今思い出してる人いる。人参しりしり作ろうと思って。本当にそれ 本当に今の思いつきじゃなくて。ねえ、まあ豆腐がなんで嫌いなのかちょっと今日そこまで聞かなかったけど、そう、でもすごいいろいろ話せて楽しかったです。人参しりしりね、山口の料理じゃないんです。沖縄料理なんです、なんと。すごい寒かった。なんだろうね、日が当たるところはあったかいんだけど、日陰がすごい寒かった。でもなるちゃんも今ねちょっと大変そうだから、そう、毎日お忙しそうなので、今日はゆっくりできたんじゃないかな。あと今日はね、あれでしたね、9期生の方が劇場公演やってました。 そう、なんか髪型の話を今日ねえ連絡してて、夕飯さんと。で、まとめる系の髪の毛とか好きですみたいな、私はそういう系好きですって連絡したら、なんか三つ編みでなんかまとめる感じにしてくださってて そう、やったーってなった。そう、意見が反映されてるってなった。そう、採用されました。15分経ったらしい。ゆいちゃんのシュープレ見たよ。寒くない？プーさん来なよって。大丈夫 大丈夫。そう、スズランさん卒業公演でした。ねえ、もう15分か。しかもさ、681日だって連続配信。すごっ。あと20、やば、21日でさ、29日か。あ、じゃ、19日やん、あと19日。あと、3週間以内には、だから今年中には、
700日いくね。すごー。すごくない？ 2 年続けてるってすごっ。自画自賛。早っ。すごいね。いや、本当こう考えると大西キャックすごくすごいことだと思います。最初にこれをやりだしたっていうのがすごいんですよね。そう。800回記念配信してるの、すごっ。ああ、そうだね。本当は3年近く続けてることにはまあ確かになるんですけど、まあまあしょうがないよね、それは。そう、本当はね、もう1年ぐらい続けてたんですよ、1回目。でも、その時さ、まだその毎日アイドル継続チケットみたいなのなくて、で配信がたまたまできなかった時があって、でそれで一回リセットになっちゃって、また一からなんで、確かに毎回途切れた時ね、合わせたらもっといってるんだよね。確かに大晦日1日だけインスタライブしてたね。やってたわ。ね、約2年か。ね。わあ、生活ジャンプ配信か、懐かしいな。だってまだホテルだったってことだもんね。懐かしい。ねえ。結構環境変わったんじゃない？ 2 年前と比べて。喋り方もちょっとは変わってる気がします。あ、今は30日なんだ。なんかでもあれだったよ、10日やったら配布されるって書いてあったけど、違うのか。そう、10日やったら1枚追加されるって。この前見た気がしたけど違ったみたい。あ、確かにね、時間帯結構変動するかもしれない。うん、慣れてきたよね。1時間前には告知して始めるとかさ、そう、そういう感じで何かしら決まりができたし、無理なく続けれてる気がします。ニューナギをやったのは今年じゃない？あれ、去年ある。始めた頃毎日22時だった。そう。でもね、毎日22時にやってるとね、22時って意外と、なんだろう、そのお風呂入ったりとかする時間なの、私の中では。そう。何にもない日だったらいいんだけど、なんかある日とかだと、なんかね、バランスが
崩れちゃうね。配信終わった後眠たくなって寝てとか、配信終わった後ご飯食べるだけ食べてその後寝落ちしちゃってとかで、なんかバタバタしちゃったから、そう今はすごく余裕持ってできてます。とか見てる方はでもそうね、22時が生活習慣になってたってありがとうございます。うん、あと年齢が高くなるにつれて、その1時間ずつ、なんて言ったらいいの、なんか1つ上がったら次は10時までできて、次が11時まで、次が12時までって感じで、なんかグレードアップしていったというか、やりやすい時間帯になったというか、そう。いやー、みんなあれだよ、ラジオ感覚で聞いていいですからね。ゆっくりしてね、みんな。へへ。ラジオ以上ですって。イエイ。本当にさ、寝落ちしちゃいそうなんだけど、やばい。これ飲むからいけないんだよね。でも飲んじゃうんだよね。ダメだね。睡眠さえありそう、これ。うん、やばい。いや、お茶のリラックス効果すごい今。今さ、焦点も定まってない、やばい。そう、課題もやんないといけないから。そう、でも課題はね、そう、ちょっと寝てやっても大丈夫なやつだから。やばいやばいやばい。これね、ルイボスティーじゃない、なんかカモミールとかいろいろ入ってるやつ、すごいの。容器ごと売ってて、容器ごとって言ったら誤解を生むね、なんか袋が容器になってるんですよ。でその袋にもうまあ、なんて言ったらええの、なんかハーブとか全部入ってるパックと、なんかその下に、そこのパックの部分を通って下に落ちていくみたいな、まあ、なんかそういう構造がちゃんとできてる、袋ごとも売ってて、でね、ジップロックみたいな感じで上が蓋ができるようになってるんですよ。だからその中にお湯をその袋の中にまんま入れちゃって、で、まあ、蓋して、で、そう。そう。で、置いといて、で、その、まあ、なんて言ったらいいのかな。まあ、告げる部分もついてるので、その、袋みたいなやつに、売ってあるまんまの袋に、その、入れるところもついてるので、蓋を外してそこから注いでっていう、なんかすごいできた商品を見つけて、今日成城石井で 成城石井で見つけたので、やけどしそうじゃん。いや、それがすごいことにうまい具合にできててね。あ、サイリウムありがとう。いや、なんかめっちゃ、でも
お安かったです。値段そんな高くなかった。成城石井好きなんですよね。海外のものというか、そういうなんかちょっと洒落たものが好きで。あくちゃん、ちょっとじゃあミューからしたいと思います。何歌おうかな、何歌おうかな、何歌おうかな。よいしょ。何歌おうかな。早口で歌ったらさ、目覚めるかもっていうことで聞いてください。だってだってだって。もう一回行きたい、もう一回、もう一回、もう一回行きます。はい、テイク2どうぞ。なんで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 、いつもそうなっちゃうの。それな。なんかあるかな。何しようかな。なんかありますか、皆さこれにしよっかな。それでは聞いてください。ググタスの空。この曲なんかすごい元気もらえる。次がラストかな。今日はちょっとほぼカラオケ配信みたいになっちゃってるんですけど、まあ、こんな時もあっていいよねってことで。どうする？最後悩んじゃうよ。あー、いいね。あるかな。りがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日はこれにて 終わります。じゃあランキング発表いきますね。
ちらこそ聞いてくれてありがとうございました。皆さんカラオケに付き合ってくれてありがとうございます。じゃあランキングアップいきますね。13位からチェンジ GC シップサムイチュカエヨ、そして12位がヨンオンにシビビチュカエヨ、そして11位がウミウミさん11位シビルチュカエヨ、そして10位がウィンパディさん10位おめでとうございます。そして9位がジアリングさん9位おめでとうございます。そして8位がアスランヒデちゃん8位おめでとうございます。そして7位が永遠にシノオシさん7位おめでとうございます。そして6位がユーユーさん6位おめでとうございます。そして5位がヌコッパおいちゅかえよ、そして4位がエサッシーさん4位おめでとうございます。そして3位がジョーさん3位おめでとうございます。そして2位がミスターオルガン坂さんイビチュカエヨ、そして1位がカレカレさん、はい1位おめでとうございます。はい、じゃあ10位から読んでいきますね。748さん、カラダにピースさん、プレシーハスキーさん、カカアイナさん、ザゼロさん、ヒヨパンさん、クラッシングさん、ヒデジロさん、和田さん、ホタルミューさん、タッキーさん、上を向いてフコマロさん、テオネオさん、ゴールド888さん、スコッチさん、ヘギャンにビッグマンマンさん、フィンド 4B さん、コウさん、ヒロさん、ミキトさん、コサさん、ミヨシ、KYS さん、シマヤンさん、マイさん、AK さん、ミッチーさん、科学先生、マコッピーさん、パラングスさん、アムドさん、チョンジェッシー、グリフォンさん、ローソンジさん、クックさん、K ハッピー11さん、アリサちゃん、ファバジスさん、大粒ちゃん、あと BB さん、最高のフィナーレをし、山ちゃん、佐野氏、最後のイシャモンさん、ポングポングさん、キちゃんまん、もしも鳥だったらさん、メタルピーチさん、ミオプソヨシ、トットシ、XD さん、ヤカンちゃん、ネちゃん、タイさん、トシージャケンさん、ワッフルさん、タロちゃん、ニュートシさん、ピールケウさん、ナナさん、コウキさん、タックン、ピーちゃん、ノムシ、鉄道漬けコナンさん、いつもし、ハッピーミューシー、フロストさん、井上義弘さん、ヨークマさん、スティッチさん、おーちゃん、トッキーさん、サカスネガメさん、ユータロウさん、クマめぐりさん、アキッコさん、OUC48 研究生さん、ミツハさん、しんちゃん、うなどりみゅうどんさん、うちはさん、ふっちゃん、しのぴーさん、しさん、みゆラブさん、サンタ花道さん、はい、100位に入ってない皆さんも見てくださって本当にありがとうございます。じゃあスクショタイムいきますね。いきます。まず最初に、はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあ次はね、ぎょん、どういうポーズしたらいいんだろうね。どういうポーズしたらいいかな。ニューディーポーズ、うん、うん、はい、以上ありがとうございました。じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。見てくださって本当にありがとうございました。また明日、おやすみなさい。チャイジャオラテリサオドカウンガン、おやすみなさい。みんなしっかり休んでくださいね。だね。